守り福音をさらに多くの人々に与えましょう。すべてを照らし出す月よ、私の声に応え、汚れを浄化せよ。まさか何の効果もないなんて。精神を集中させるんだ。大蛇の攻撃が来るぞ。私の力が足りなかったのか。諦めるな。戦いはまだ終わっていない。インカブレードの願いは私が叶えてみせる。大蛇め、覚悟しろ。これが未来を覗いた力だ。大蛇の蔓延とバイエの聖剣その直後、大蛇の苦痛の咆哮が轟いた。それは消えゆく命に対する恐怖の叫びだった。やっと会えましたね。まずは戦闘マシーンとも。私は強いわよ。さあ始めましょう。慣例はそれぞれ。さあ共に敵を倒すわよ。私たち姉妹の心は一つ。どんな困難も怖くないわ。私はカヤ、アルジ。呼び覚ます者、上出来で次の戦闘に向かい。私は強いわよ。さあ、始めましょう。判定を上にスワイプすると、オートモードに切り替え。エンチャントのいいところは詠唱しなくていい。魔法の杖でぶったたいたって勝利できたね。勝利するとレイゴン出るわ。始めましょう。姉さん、回復を忘れないで。魔法の杖でぶったたいたって勝利できたね。継続は力なり。私のスピード。ここで少し休憩しましょう。また新しい任務。慣例をレベルアップすると戦。私たち姉妹が一つになれたのはムラン姉さんが。私たち姉妹が一つになれたのはムラン姉さんがいてくれたから。おかげでとっても便利よ。特に
次の目的地に向かいましょう。私は強いわよ。さあ、始めましょう。エンチャントのいいところは詠唱しなくていいことだね。さあ、共に敵を倒すわよ。冷静に弱点を探せ。魔法の杖でぶったたいたって勝利できたね。レイゴ、出るわ。さあ、始めましょう。スキルってのは思いっきり叫ばないと。乾燥煉獄。冷静に弱点を探せ。魔法の杖でぶったたいたって勝利できたね。戦闘とはどういうものか見せてやろう。気を引き締めろ、抜刀かかれ。ところは詠唱しなくていいことだね。指示に従い、機会を逃すな。尊敬に値する相手だった。呼び覚ますもの。ああ、任務を遂行する。次はムジークの調律。絶対に負けない。精神調律のマークが鼓動しています。これは慣例と呼び覚ます者が共鳴し合っている。まずは一つ、主をがっかりさせずに済んだね。わかった。慣例の証を獲得します。大将トリオ、
できればずっとパパとママにも、できればずっとパパ、できればずっとパパ、私はガルビンスワップ機関の一員、できればずっと、それぞれの慣例の役、ここは取りに任せてちょうだい。任務を遂行して、宝箱を取れたらすぐ逃げるってのはどう？失せろ、嫌味なやつめ。先人牢獄の下で絶スキルってのは思いっきり叫ばないと。さあ、共に敵を倒すわよ。邪悪なる者め、この場で葬ってやる。主をがっかりさせずに済んだね。よかった。帝国の名において出陣。失せろ、嫌味なやつめ。先人牢獄の下で絶望するといい。エンチャントのいいところは詠唱しなくていいから。さあ、共に敵を倒すわよ。おとなしく始末されなさい。魔法の杖でぶったたいたって勝利できたね。ここは取りに任せてちょうだい。失せろ、嫌味なやつめ。まずは一つ。魔法の杖でぶったたいたって勝利できたね。これは命令かな。